神田ユニーの成木幸男です。四川山椒の効いた担々麺、ぜひ作ってみてください。はい、それでは、担々麺の方を作っていきたいと思います。担々麺、ごまですね。ごまなんですけども、ごまはペーストを使うんですけども、市販のペーストですと、どうしてもですね、油脂分が多かったり少なかったり、またごまの香りが弱かったり、つぶつぶ感がですね、もうなくなって本当にこうクリーミーな状態になってたりしますので、そちらの方をですね、一手間加えることで格段に美味しくなりますので、こちらですね、お店では、もちろん自分のところで全部作ってるんですけども、一般家庭でもやりやすいように、こちら市販のですね、つまじゃんの方で説明していきます。こちら市販のつまじゃんに、こちらの磨きごま、白ごまのですね、磨いたものですね、こちらを足すことによって、美味しくなりますので、その作り方を今からやっていきます。はい、まずですね、この磨きごまをいっていきます。鍋が温まってきたら中火ぐらいでいってあげてください。黄金色になるまで、から入りしていきます。あまり火が強すぎるとしっかり香りが出ないまま、色がついてしまいますので、中火かもしくは弱火ぐらいですね。もしこの磨きごまといういってない状態のごまが、手に入らないときは、いりごまという形で、スーパーにも置いてあると思いますので、そちらの方を使っていただいても結構なんですけども、そのいりごまも、少しでいいですから、鍋でこういうふうにいってあげてください。色がつきすぎない程度にですね、いってあげてください。そうするとまた香りがですね、眠っていたごまの香りがしっかりですね、出てきますので、いりごまを購入した際も、軽くでいいですから、いるということですね。この一手間は、必ずかけてあげてください。はい、これで大丈夫ですね。はい、こんな感じです。はい、それでは今言ったですね、ごまの方を、当たり鉢でですね、当たっていきます。ごまのいい香りがしてきますね。ただあとは少し粒感が残るような感じですね。もちろんその市販のままでもいいんですけどね、はい、時間がないよっていう方はそれでもいいんですけど、できればそのぐらいまで手間をかけてあげられるとより美味しいのができますね。はい、このぐらいですかね。このぐらいの状態ですね。まだ少し粒が残ってますけども、しっかりごまが潰れている状態ですね。この状態がベストですね。そしたらここに市販のつまじゃんを足していきます。はい、このぐらいの感じなんですけど、少し硬いので、少しですね、大豆の白しめ油ですね、ちょっと足していきます。はい、このぐらいの感じですね。スプーンから少し落ちるぐらいの、こういうぐらいの感じですね。この硬さがベストですね。よく見てくださいね、このぐらいの硬さですね。これでごまペーストの完成です。はい、それでは、担々麺のですね、味を作っていきます。まずこちらヤーザイですね、四川省の漬物になります。このヤーザイなんですけども、中華食材の専門店かもしくは、ネットなどでも購入できるんですが、もしないときはですね、ガーサイとかもしくは、高菜漬けとかその辺入れていただいても結構です。ヤーザイ、それから、お醤油ですね、それからお酢、この順番大事ですからね。
それから先ほど作ったスーマージャンですね、ゴマペーストの方を入れていきます。例えばここに最初にスーマージャンを入れたり油を最初に入れてしまいますと、丼の縁にくっついてしまうんですね。ですから、ごまがくっついてしまうとスープを入れた時に上に浮いてこないんですね。ごま、スープを入れてごまが上に浮く、そこに麺を入れますね。で、麺を食べるときに上に浮いたごまを一緒に麺がこう、絡みついてくるんですね。ですから口に入れたときに、ごまの香りがふわっとしてくるんですけども、ごまペーストを下にくっついたまんまだと十分に麺にごまがくっつかないので香りが弱くなってしまったりしますので、必ず水分のあるもの、醤油とかお酢を先に入れて、それからごまペースト、それからラー油ですね、こちらの方を、入れて、ここでですね、このペーストがこのままだと固まったままなので少しここで溶いていきます。はい、この状態ですね。ごまペーストと醤油がふわっと混ざってるというか絡み合ってる状態ですね。この状態が、ベストです。はい、これに、スープを入れて、担々麺の味の方は完成しますので、お肉の方を炒めて麺を入れていきたいと思います。はい、それでは担々麺の上に乗せていく肉味噌ですね、こちらの方を炒めていきたいと思います。鍋ですね、こちらの方はしっかり薄煙が出るまで焼いて油を入れます。で、この工程を、3回必ずやってください。生の肉は非常にですね、鉄鍋にくっつきやすいです。ですから、必ずですね、しっかり焼いて油をしっかりなじませるという工程を、3回行ってください。樹脂加工のフライパンの場合はこの焼く工程は必要ありませんので、ここからですね、同じようにやっていってください。はい、まず肉を入れましたら、この肉をですね、少し広げてあげます。で、ここでしばらく待ちます。もうハンバーグを焼くようなそんなイメージですね。ここでガチャガチャいじってしまうと肉が本当にくっつきやすくなってしまいますので、ここでしっかり一度ですね、焼き固める。もう今こう少しこうくっついてる状態ですね。ですからここでいじってしまうと、もう完全に鍋に張り付いてしまいますので、はい、で、肉の色がですね、下側の色が変わってきた段階で少しですね、お玉かヘラで、動かしてあげる。で、全体的に動いたらこの肉を、ひっくり返します。ここでこういう風にバラバラになってしまっても全然問題ありませんので、でもう一度反対側も、焼くイメージですね。で、反対側も色がついてきたなと思ったら、ここで初めてお玉の、この腹の部分ですね、これでちょっと上からですね、叩いて潰しながら肉をほぐしていきます。火は、ね、この時はですね、最初は強火ですけども、途中からまあ中火かもしくは弱火ぐらいで、ほぐし終わるまでは弱火ぐらいでいいですね。こうしてお肉の方がほぐれてきたら、味を入れていきます。甜麺醤ですね、それから塩コショウで、お醤油で、今度はこれをで肉に味をつけていくんですけども、今は肉汁と調味料で、こういう風にですね、煮汁がこうちょっと濁った状態ですね、濁った状態になります。これを、一回出た肉汁と一緒に調味料を吸わしていくイメージですね。ですから火加減は、まだ、弱火ですね、弱火中火ぐらいですかね、のまんまでいいです。そうするとだんだん調味料と肉汁が蒸発してって、この味がですね、肉に戻っていきます。そうすると、
炒めた油というのは肉には入らないですから、油だけが、残って、油が、油の中の水分がなくなって透明になっていきます。はい、見てください。もうだいぶ透明になってきましたね。もうちょっとですね。このぐらいですね。油がこういうふうに、水分が全くなくなった状態ですね。こういうふうに透明になってますね。はい、これで完成ですね。そしたら、この炒めた油はですね、ちょっと余分ですので、ザルか何かに切って、油を取り除いてあげてください。透明な炒め油が出ますので。はい、これで完成ですね。はい、それでは、仕上げですね。麺の方ともやしの方を入れていきます。まず、トッピングのもやしですね。食感が残る程度にですね、茹でていただいて、はい、取り置きます。では、麺の方を茹でていきます。僕の店の麺はですね、ちょうど2分半ぐらいですかね、全粒粉が入ってる、脱穀してない状態のですね、市販の麺はですね、まあその麺に合ったボイル時間でいってください。では今茹でてる間に、はい、そしたら、スープの方を入れていきます。この状態ですね、ごまが上にこういう風に浮いてきた状態ですね。で、ここでも少し混ぜてあげてください。はい。で、麺の方を茹で上がりましたので、はい、しっかりお湯切りをして、はい、麺の方に来ましたので、盛り付けていきたいと思います。先ほどボイルしました、もやし、炒めたお肉ですね。肉味噌の方を乗せていきます。あと味のアクセントでニラですね。ニラの方だいたい 7,8 ミリ幅の、小口切りにしたものですね。あとネギのみじん切りをパラパラっと全体的にかけていきます。そして最後、こちらお好みですね、山椒ですね。非常にごまとの相性がいいので入れられると一味違う。はい、こちらで完成になります。はい、こちらでマーラー四川担々麺の完成になります。